兵庫県知事候補者、無所属、清水隆之、50歳。99年、早稲田大学卒業。朝日放送アナウンサー。社会人生活、傍ら、関西学院大学大学院を修了。参議院議員当選2回。では、清水隆之さんの政見放送です。 皆様、こんにちは。兵庫県知事選挙に無所属で立候補しました清水隆之です。私は参議院議員として11年余り、広い兵庫県内をくまなく回り、現場の声を国へをモットーに活動してきました。私の大好きな兵庫県は、自然豊かで、美しい景観や美味しい食材、魅力あふれる観光資源に恵まれています。しかし、 一連の文章問題に端を発したこの半年間ほどの様々な報道により、兵庫県に対する悪い印象が広がっていることが大変残念でならず、そして悔しく感じています。この状況を変えて、兵庫を改めて前に進めていくためには、党派や立場を超えて、県民皆さんの声を幅広く県政に反映させることが必要です。今、県政が大混乱し、停滞しています。混乱する兵庫を何とかしたい。 そんな強い思いのもと、今回の県知事選挙に挑戦しています。今、兵庫県に求められているリーダー像は、県庁職員の皆さんや、知事と対立してしまっている県議会の皆さん、そして何より、県民の皆さんとしっかりコミュニケーションを取り、チーム兵庫で、トップダウンではなく、ボトムアップで物事を進めていく知事だと思います。アナウンサーの経験を通して培った聞く力、そしてコミュニケーション力を、 今こそ発揮していきます。兵庫県の皆さんは、郷土を愛し、豊かな暮らしに満足をしている方が多く、実際に内閣府の調査する全国ウェルビーイング幸福実感ランキングにおいて、2022年は3位でした。しかし、2024年には9位に急速に低下しています。停滞する県政、父として進まない経済対策に不満を感じる方が増えているのではないでしょうか。私は、地域、 世代、産業をつなげ、兵庫県ならではの多様なつながりを作り出し、自己実現に直結する教育機会を全世代に提供し、兵庫県民のウェルビーイングを日本一に引き上げたいと考えています。混乱する県政を立て直してすぐにでも取り組んでいきたいのが人口減少対策です。日本全体でも深刻な問題ですが、兵庫県の人口は2015年からの10年間でおよそ20万人減りました。 一年間で2万人の減少です。特に若者の都市部への人口流出に歯止めが効かず、兵庫県の18歳人口は年2300人も減少しています。実質的な教育の無償化を行い、就職、大学進学時の流出超過を改善し、将来的な人口減少を食い止めます。人口減少対策に特効薬はありません。だからこそすぐにやります。今後4年間の政策で兵庫県の未来が決まる。 そのような危機感を持って取り組みます。2022年、兵庫県への国内外からの観光客数は1億1145万人。そのうちのおよそ90%が宿泊を伴わない日帰り観光でした。豊かな自然や温泉など魅力的な観光地があり、また食べ物も美味しい兵庫の潜在力、そんなものではありません。 私は瀬戸内から日本海までの観光地をつないで点と点を線にし、兵庫県全域を周遊してもらえるような観光振興政策に取り組みます。宿泊客を20%まで引き上げることで5000億円規模に及ぶ兵庫県全域の経済効果を生み出していきたいと考えています。知事として政策の実現だけではなく、アナウンサーとしての経験も生かし、各地の魅力を全国に、そして全世界に発信していきます。 兵庫県には、酒米として日本一のシェアを誇る山田錦や淡路の玉ねぎ、丹波笹山の黒豆などをはじめとした地域特産の農作物が豊富であり、世界的に有名な神戸ビーフを中心とした畜産業、赤市のタイやタコ、赤黄のカキ、霞のカニなどの水産業も盛んです。兵庫県の農林水産業の産出額はおよそ2600億円で、近畿地方ではダント突のトップですが、 持続可能な産業とするためには、担い手の育成とともに、売れる、儲かる、人の役に立つことが何よりも重要だと考えます。需要を喚起し、生産量を1.5倍へ、ブランディングにより単価を1.5倍へ、兵庫県内の農林水産業の産出額を4000億円まで増加させ、地域経済を活性化させます。もちろん、財源確保のための行政の効率化、改革の精神は忘れずに取り組みます。 改革を実現するための5つの柱。1、兵庫の未来への投資。2、兵庫をより強く。3、兵庫を守る。4、兵庫をアップデート。5、兵庫の誇り。それと関連した25の政策を作り上げ、すぐにでも実行します。 ぜひ皆様と一緒にワクワクするような、そして元気溢れる兵庫県を作っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。兵庫県知事候補者、無所属、清水隆之さんの放送でした。